そのパンドラの派生技、パンドラのキャンセルを。相手から遠い方の足でアイソレーションをしてます。レッツキックス、大津キックスチャンネルです。今回は極意シリーズはちょっと違うんですけど、 Twitter の DM でいただいたんですけど、ちょっと前にパンドラっていうスキル動画を上げたんですけど、そこで派生技というかどっかでね、パンドラキャンセルもあるみたいな風に言ったんですよね、きっと。そちらの動画はここで見てください。あと概要欄にも貼っておきますんで。で、派生技ありませんかみたいな、多分そういう内容でね DM 来たんですよ。1回ちょっとスルーというか、他にいろいろやることがあったんでちょっと取れなかったんですけど、今回はそのパンドラのキャンセルをやりたいなと思います。それではやっていきます。その前にはチャンネル登録先にしといてください。OK ですかね。それでやっていきましょう。では先にパンドラはもう概要欄にも貼ってありますし、パンドラはこちらの動画でぜひ見てください。まあでもちょっとやってみますね。パンドラはアイソレーションをしてます。そして1個腰掛ける時に、相手がこう来た時にまたいでいくっていう技がパンドラです。1個出す、はい、これがパンドラです。パンドラは何回も何回もやる技じゃないんですけれども、相手から遠い方の足で持ってて、相手に近い方にボールを持っていって、さらにこういう風にまたいで全力でフェイントするけれども、この相手が引っかからなかったり、シンプルについてきちゃう、ボールについてきちゃった時に発動するキャンセル技です。で、この一番大事なポイントは時間を使うこととか、時間を作って最後まで相手を見るっていうことが重要ポイントです。ではちょっとやっていきます。時間を作る、あと相手を見るみたいなところの説明です。相手の方にボールを押し出して餌を撒く、さらにボールを転がして体を前に持ってくる。ここで相手がこのボールに釣られるんであれば、ここに、逆にここに引っかかってくれるんであれば、このまま入っちゃう。この時間を作ってよく目で見てから判断、これが最大のポイントです。これをよく見極めてやってもらえるとパンドラキャンセルの完成です。はい、ということで、今回は極意シリーズはちょっと違います。かっこ快適な感じでね、パンドラの派生技、パンドラキャンセルをお送りいたしました。ぜひ何回も何回も見ていただいて、チャンネル登録とコメント、そしてグッドボタン、各種 SNS ぜひフォローよろしくお願いいたします。それではさよなら。